はい、半間家の本家の半間岩尾先生です。よくね、私にですね、人間の大学の最高学位の博士論文を書いてくれっていうようなことを言われるんですけども、人間という人間のね、博士課程とか学校レベルはね、上の知能のこの私の半間岩尾先生から見るとね、全くね、意味ないものなんですね。八百長も多いし、ほとんど八百長ですね、博士号なんかをね。と、またね、人間の場合は義務教育も卒業してないんですよ。全部テレパシーでカンニングしてる、卒業してるんで、人間にね、人間にはまだ義務教育も卒業してる人は私以外ないんですね。まあそんなことで、まあ私の実績で仕事してるのではもう人間の博士論文は全部書いたのと同じでね、実際に、開発して作ったりしてるんで、本物の博士だということは私は言えるんですけどね。また大学の先生の資格も持ってるし、また博士号をね、採点するね、与える先生の資格も持ってるわけですね。で、自分で自分の博士をね、作って採点してもいいわけですから、それでもう人間の博士号はもう全て合格してると、名誉博士号は全部合格してるよということでね、言えるんですけどね。よくね、人間たちがね、博士論文を書いて大学で証明書をね発行して、ないじゃないかというようなことをよく言われるんだけども、人間の場合はもう誰でも私人間の上の生物だから、許可しないですね、何度もね。その私に車の免許も取られたしね、不正に取られたし、人間の国家試験持ってるとなんか何口か言ってね、外してくんですね。で、私が人間の大学、ここまでに和光大学文学部を卒業して、神奈川工科大電気科をね、私がやっぱり二十歳の時に卒業してね、もらったのも、まあ実際に証明書はありますけど、学長がね、私の免許はもう無効にするって言ってきておりますしね、大学の先生の資格も取ってますけどね、大学お前はもう免許は与えないというふうに菊川教授がね言ってきて、元菊川教授だったんですけどね、が言ってきておりますよ。だから人間の免許っていうのはね、全然八百長というかテレパシーでカンニングして卒業するから、大学も全然卒業したことにならないわけですね。全部じゃないですけどね、なんせ小学校中学校で誰も卒業した人いないんですからね、テレパシーでカンニングして携帯電話を頭に持ってますからね、それで教わって試験通ったって全然これカンニングじゃないですか、ね、虫になってね勉強卒業してるだけですからね、卒業してないで、私もね、人間たちにも博士号は与えられませんね、義務教育卒業してないからね、資格持っててもということですね。誰も博士号、本当の博士号とか学校義務教育も卒業したこと認めません。全部テレパシーのカンニングだからね。ただね、覚えちゃったら人間の場合頭脳が足んないからバカになるからね、危険になっちゃうからね、ぜひ注意してください。本当に覚えるというのはね、義務教育でも、ね、人間の場合頭は脳が少ないですから、危険になっちゃって一生片輪で生きていく
音ができなくなりますから、それはちょっと注意してくださいね。私たち上の、あの本物貴族の販売は先生と違いますから、何でもかんでも勉強っていうのはね、あのできないんですよ。あのパソコンでも同じですよ。たくさんインストールしたらもう、ね、変なものインストールしたらそれで終わっちゃって、もうバカになっちゃうでしょ、ね、同じでね。人間の頭の方がもっと多いですけど、メモリーはね、いろんな覚えることがありますから、決してね、私の方の勉強は真似しないようにということでね、脳にたくさんね、データが入る、情報が入るように、ね、勉強していただきたいと思いますね。私なんか囲碁とか将棋とかチェスとか麻雀とか言ったって名人ですからね、答えが分かっちゃってますからやりませんから。今テレビで出てる人間たちの名人なんか言うと全然そうですよ。もう答え知っちゃってますからね、最初の1点目からね。囲碁も将棋もチェスだろうとね、ね、チェスだろうとね、私が一番です。もう負けないんだからね、引き分けがね、そういうレベルです。だから人間たちと私の上の生物と違うから、レベルがね、ここら辺はね、ぜひね勉強していただきたいし、ちゃんとね、松田労働組合に正社員で入った時にね、ちゃんと将棋名人取ってますよ、ね、だけども無効にされてますけど ね。あと神奈川県厚木市将棋の名人も取ってますね、うん、でその後免許を与えたからということでね、全焼させられましたね、厚木支部の、ね、道場、これを焼かれちゃいました。全焼でしたけどね、私が新聞に載ってね、県の新聞に載ったら、ね、人間たちがね、ダメだということで、いうようなことでね、申しちゃいましたけどね、まあ、そんなことしますから、決して人間からは与えられませんね。ね、で、また人間の